ビルヘルミーネ・ライヒャルトビルヘルミーネ・ライヒャルトはドイツの女性の北間乗りであるドイツ人女性として最初に気球で飛行したブラウンシュバイクに生まれた父親はブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル校の料理番であった1807年科学者のヨハン・ライヒャルトと結婚した家族はベルリンに移り夫はその年初めて気球を制作し飛行した ヨハン・ライヒャルトはドイツで2番目の気球で飛行した人物となった。1811年4月16日、ビル・ヘルミーネはベルリンから最初の気球によるソロ飛行を行い、高度5000メートルに達し33.5キロメートルを飛行し、無事着陸した。ドイツでもフランス人女性のソフィー・ブランシャールが前年9月にフランクフェルトで飛行しているが、 ドイツ人女性で最初の飛行となった。1811年のライヒャルトの3度目の飛行で高度7800メートルに達したが、酸欠で気を失い森に不時着し、負傷を負って付近の農民に助け出された。夫の工場の購入の資金を得るために工業飛行を行った。1816年10月に事故後初めて飛行しアーヘンやプラハ、 ウィーンでも飛行し、ドイツ語圏では有名な気球乗りとなった。1820年のミュンヘンのオクトーバーフェストでの飛行が最後となった。夫は1835年まで気球飛行を行い1844年に没したが、ビルヘルミーネは工場の経営を続け、1848年に没した。気球の夢から空のユートピア来た尾道冬、朝日新聞社。 ありがとうございます。